この絵家実は、鎌倉時代前期の苦行。関白、この絵元道の一難。関位は、十一位、関白、大乗大臣、純三公。この絵家三代当主。晩年六条猪島工事に猪島殿を構えたことにちなみ、幾馬関白と呼ばれた。研究元年十二月六条殿にて元服除舎。同二年十二月十三位に除されて苦行に列した。 その後も官位は累進して、元旧元年12月左大臣に転じ、県営元年、九条義経の皇居に伴い、富士市長者、摂政に部任、同年関白に部任。上級3年、上級の乱では、後鳥羽上皇らの挙兵に反対し、4月関白を解任されるも、乱の血が厚ごは、中京天皇範囲に伴って九条道化が失脚したため、 7月再び摂政に部任される。同年12月20日には、大乗大臣に就任し、ご堀川天皇の元服、果敢の役を務めた。上皇2年後高倉院法御後は、明日ともに、朝廷の主導者となる。鎌倉幕府に協調して、後とが院政を否定すべく復古的、消極的な政治を指揮、訴訟では、苦行の議定を復活させ、 財政難には成功で対処しようとするも、後期は主観するばかりであった。安定2年12月、西温寺公共と組んだ同家の工作により、関白を辞任させられる。以後、この駅と九条家とが交代で石管を務めるのが、慣例化した。家庭4年3月に準参考任時2年11月28日出家し、遠心と号する。翌年12月27日赤病により、 イノシシクマどので皇居。去年64。温厚な性格で幕府の信任が厚く、上級の乱前後の困難な懲爆関係の修復に努めた。日記、イクマ関白記は、後鳥羽院生や早操期の幕府を知るための重要な資料であり、陽明文庫には自筆本が所蔵されている。日付は旧暦。ありがとうございます。